問い9のね、類題の解説をします。力率はですね、6の π ラジアですね。これ、30度ですね、ありますね。これ2分のルート3になります。で、今コンデンサーの静電量で、ね、C マイクロファラッドと、こういうことにしますと、力率ですねは2分の3は Z 分の R ということで、R は10キロですね。それからインピーダンスの方は、10キロの事情と、それから、オメガ C 分の1の事情になりますので、2π、これはここが周波数になりますね。それからここがコンデンサーの静電容量と、こういうことになります。はい、そうしますと、たすき掛けにね、かけます。そうすると 2×10 の4乗と。がルート3倍のですね、このルート、ルートになりますね。ここが、10の4乗の2乗ですから、これ10の8乗になりますね。それからここが、10の4乗マイナス6乗ですから、10のマイナス2乗になりますんでね。で、上上げますと符号が変わってプラスの10の2乗になります。それから 2πc が残りますね。それの2乗と、こういうことになります。それで両辺を2乗しますと、4×10 の8乗、ルート3が3になって、これがルートが取れまして、こういうことになります。はい。それでですね、計算すると、3×10 の8乗と、2πc のこの括弧の事乗の 3×10 の4乗ですね。これ、こうきますんで。はい。で、この 3×10 の8乗を左側に移しますと、1×10 の8乗になりますんで、10の8乗が残って、2πc のですね、括弧の2乗分の 3×10 の4乗ということですね。で、両辺を今度はですね、10の4乗で割ります。そうすると10の4乗で、ここは 3×1 になりますんでね。はい。それでですね、さらにですね、今度はですね、ここが2乗ですから、両方ともこれルートにかけます。これね。そうするとこれが10の2乗になって、2πc の括弧の2乗が 2πc になりまして、3がルートの中に入りますね。はい。なら今度は c イコールするんだったら c をこっち側に出して、10の2乗をこう潜らせたらいいですね。はい。で、これを計算したらですね、0.275、これですね。かけ10のマイナス2乗になりますんで、これをですね、2.75 かけ10のマイナス1乗にします。これね。はい。そうすると、これとこれ合わすと10のマイナス3乗ですから、0.3 つ目のところにですね、この、あれですね、2が来ますんでね、0.00275 マイクロファラッドと、